いやはや面目ない。今度は敵に捕まったりはしませんぞ。おや、どうしました？ジーヤ、冥界へ連れてはいけないわ。置いていったら怒るでしょうね。風化の呪いじゃと？わしはもう人間に戻れん。あいつめ、何ということをしてくれたんじゃ。一案内してもらいますよ、ベルド。勝手にせい。ご安心ください。この者が逃げぬようしっかりと見張っております。タイタニアへ行かれたそうですね。いとこから聞きましたよ。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？ありました。以上でよろしいでしょうか？ありがとうございました。陛下、ご機嫌麗しく。国のためとあれば我ら誇りにかけて戦い抜きましょう。しかし聖騎士団のことごとくが魔王の巨大なサイファーに倒されました。攻勢に出ても対抗策なくばやはり苦戦を強いられます。イングベイ、バカね。私、彼はもう人間に戻ったのに。イングベイ、すでに冥界の中じゃ。我らは死の女王の領域にいる。もういいじゃろう、解放してくれ。そうしているとあのドラゴンの気持ちがわかるでしょ。ブロムを見つけるまでもう少し付き合ってもらうわ。わしはメルヴィンに言われてあやつをここまで連行しただけじゃ。どこにいるかなど知るものか。そこいらの亡者にでも聞いてみてはどうじゃ。え？答えてくれるのかしら。あの、お尋ねしたいのですが、ここに来たはずの鍛冶師のブロムをご存知ではないですか？ダメみたい。宮殿に死の女王に気に入られたドワーフの宝石細工師が。ありがとう。ブロムは無事のようよ。ベルト？
怖いものですか。私一人でだって行くわ。呪われた姿とされた上に死神どもが闊歩するこんな場所になどちょっとの間も付き合っていられるか。奴らに見つかりでもしたらそれこそ近頃は死の淵を気軽に踏み越えてやってくる愚か者が後を絶たぬ。呪われた手合いまで恐れげもなく女王の土地を踏みにじる。
黙殺するなら毒薬はここに。あいにく暗殺用のナイフは手持ちにはないが。呼びとあらば即参上。モーリーの出張レストランでございます。またお呼びいただけて僕も嬉しいです。新しいレシピをお持ちですね。ぜひ僕にお任せください。さあご注文はいかがなさいますか。他にご注文はございますか。ありがとうございました。
Thank you.
幻か。メルセデス様ではござらぬか。よかったわ、見つかって。まさかあなた様も冥界を送り目。メルヴィンは反乱に敗れて、あなた様は女王になられたのでは。ブロム、私は自分で来たのよ、あなたを救い出しに。なんとわしなんぞのために女王が直々にお越しになられるとは、感無量でございます。お前の力が必要なのです。さあ早く行きましょう。間の悪い時に虫目が迷い込んでくる。逃がさぬぞブロム。その技巧でもっと私のために装飾を施すがいい。お前の命はそのためだけにあるのじゃ。私は妖精国の女王メルセデス。オデット女王、あなたと話し合いたい。お前たちの決めた王など知ったことか。ここは人間や獣の魂が集う場所。霞のように生きる妖精どもには無縁であろう。私のものを持ち去る盗っ人め、入り込んだ虫は叩き潰すのみ。話し合いは無理そうね。Thank you.
私にその胸の悪くなる赤い魔石を打ちつけたな。何事じゃこれは。ガロン王が暴れているだと。あいつめ、今になってどうして。鎖の数を増やして身動きさせるな。おいで死神ども、そんな輩の相手をしている場合ではない。なんだかわからないけど助かったわ。今の間に逃げましょう。新しいサイファーを作れと。もう一度魔剣を作らせようというのかね。いくらメルセデス様の仰せでもそれだけはごめんこうむ。違うのブロム、死神に魂を売ることなくお前はそれをなすのです。無理な話じゃ。バロールほど巨大なサイファーわしには作れ。大きなサイファーもいらないわ。魔王のバロールに対抗できるだけでいいのです。バロールのように大きな力を持つサイファーは作れる。だがバロールをうがつ力、その一点に集約されたサイファーならば、設計思想の違いですが面白い。やってみましょう。